すみたやチャンネル。すみたやチャンネル。どうも皆さんこんにちは。祭りすみたやのおしんちゃんでございます。今回の動画はこちら。お祭りに参加するときに着るハッピーや斑点のサイズの選び方について解説してみたいと思います。お祭りに参加している人たちが着ているハッピーのことを印斑点と呼びます。印斑点の襟には町会や神輿会などの団体の名前が入っていたり、背中には大門と呼ばれる会のマークが入っていたりします。同じ団体に所属している人たちがお揃いの印斑点を着ています。お祭りの開催日が近づいてくると印斑点の購入申し込み書が回覧板なんかで回ってくるかと思います。その購入申し込み書を見てみるとちょっと聞き慣れないようなサイズ表記がされていて、どうやってサイズを選んだらいいのかわからない人も多いと思います。というわけで今回はハッピーや斑点のサイズの正しい選び方について解説してみたいと思います。この動画を最後まで見ていただくとこんなことがわかります。まず一つ目はハッピーや斑点のサイズ表記はどのようなものかがわかるようになります。そして2つ目はハッピーや斑点の正しいサイズ感がわかるようになります。そして3つ目はハッピーや斑点の正しいサイズの選び方がわかるようになります。ぜひこの動画を最後まで見ていただいてハッピーや斑点のサイズを正しく選べるようになってください。ちなみにこの動画では大人用のサイズの選び方について解説しています。子供用のハッピーや斑点のサイズの選び方については別の動画で詳しく解説していますので、ぜひそちらの動画をご覧ください。ちなみになんですけれども、ハッピーと斑点って何が違うのって思っている人もいるかと思います。ハッピーと斑点はもともとは用途が違ったんですけれども、江戸時代頃から同じ意味で使用されるようになってきました。ですのでこの動画ではハッピーと斑点は同じ意味で使用しています。この動画ではハッピーという呼び方を使ってサイズの選び方を解説していきたいと思います。お祭りに参加するときに着るハッピーを新たに購入するときは、町会や神輿会などの団体が配っている購入申し込み書を通じて注文したり、あとはお祭り用品店に行ってハッピーを注文したりします。ただハッピーの購入申し込み書に記載されているサイズやお祭り用品店で表示されているサイズを見てみると、結構サイズ表記がバラバラなんですよね。あるお祭り用品店では小中大サイズとサイズ表記されていたり、他のお祭り用品店に行ってみると90センチ、95センチ、100センチなんかとサイズ表記されていて、どんなサイズなのかさっぱり見当がつかない人も多いと思います。というわけでまずはハッピーのサイズ表記について詳しく解説していきたいと思います。普段皆さんが着ている洋服ですと、JIS規格と呼ばれる国内で統一されたサイズ規格というものがあります。なので例えば A という洋服屋さんで M サイズの洋服を買っても、 B という洋服屋さんで M サイズの洋服を買っても、だいたいサイズ感は同じになります。どこのお店に行っても統一されたサイズ規格で洋服が作られていますので、サイズ表記もだいたい一緒ですし、サイズ感もだいたい同じになります。これに対しハッピーの場合は統一されたサイズ規格がありません。なので団体やお店によってサイズ表記がバラバラなんですね。なので例えば C というお祭り用品店ではハッピーを SML サイズとサイズ表記していたり、 D という祭り用品店では90センチ、95センチ、100センチとサイズ表記したりしていて、本当にバラバラなんです。さらにややこしいのが、同じサイズ表記をしているお店や団体であっても、実際にハッピーの大きさを比べてみると全然違うサイズっていうことがあるんです。例えば C というお祭り用品店で購入した M サイズのハッピーと D という祭り用品店で購入した M サイズのハッピーを比べてみると、同じ M サイズなのに全く大きさが違うことがあります。なぜこのようにハッピーのサイズがバラバラなのかと言いますと、ハッピーには統一されたサイズ規格がないからなんです。なのでお店や団体が勝手にサイズ表記を決めています。
ハッピーのサイズを選ぶときにサイズ表記は全く参考になりませんのでご注意ください。統一されたサイズ規格がないなら何を基準にしてハッピーのサイズを選んだらいいのかわからない人も多いと思います。そこで登場するのがハッピーの身幅と身丈という寸法になります。身幅とはハッピを平らな場所に置いた時の右端から左端までの長さになります。そして身丈はハッピを平らな場所に置いた時の襟の付け根から裾までの長さになります。ハッピを製作する過程なんですけれども、まず生地にデザインを染めます。そしてその後型紙を使って裁断してミシンで縫製してハッピを製作します。このハッピを裁断して縫製する時の基準となる寸法が身幅と身丈になります。実は身幅や身丈以外にもハッピの基準となる寸法には雪ですとか袖口なんかのようにいろいろな寸法があるんですね。でもハッピの全ての寸法を気にしていたのではサイズ選びが複雑になってしまいます。なのでサイズを選ぶときは身幅と身丈の2つの寸法を気にしていただければ大丈夫です。ほとんどの祭り用品店では SML サイズなどのサイズ表記と一緒に身幅や身丈の長さも記載しています。実際祭り用品店のカタログですとかネットショップを見ていただくと身幅と身丈の記載が見つかるかと思います。ただ町会や神輿会などのハッピの購入申込書に身幅や身丈のサイズを記載しても何のサイズだか分からず混乱を与えてしまう恐れがあるため、 SML サイズなどのように注文が取りやすい独自のサイズ表記を記載していることがよくあります。そのためお店や団体によってサイズ表記がバラバラになってしまっているというわけなんです。それでは続きまして、ハッピの正しいサイズ感について解説していきたいと思います。こちらの写真が一応、ハッピを正しいサイズ感で着ている状態になります。なぜ一応って言ったのかと言いますと、ハッピは大体の大まかなサイズ感で大丈夫だからです。ハッピはぴったりのサイズ感で絶対に着ないといけないという衣装ではありません。そもそもワンサイズしかない町会や神輿会などもあります。ですので絶対にこれが正しいというサイズ感はありませんのでご安心ください。サイズ感は大体で大丈夫です。それではハッピの正しいサイズ感のポイントについて解説してみたいと思います。まずハッピの袖の長さなんですけれども、8分から9分ぐらいの長さがちょうどいい袖のサイズ感になります。手や手首が隠れてしまうぐらい袖が長いと見た目がかっこ悪いです。また袖はあんまり短すぎてもかっこ悪いです。特に中に着ている濃い口シャツの袖が出てしまっているようですと袖が短すぎますのでご注意ください。ハッピの袖は手首が出ていて濃い口シャツの袖が見えないぐらいの長さがちょうどいいサイズ感になります。続きまして、ハッピの幅の正しいサイズ感ですが、これは襟の重ね具合によって自分に合ったサイズに調整可能です。体が太い人はハッピの襟があんまり重なりません。そして体が細い人はハッピの襟が多く重なります。ただ重ねた襟の端が背中の方まで行ってしまうようですとハッピが大きすぎますのでご注意ください。最後にハッピの丈の正しいサイズ感なんですけれども、これが正しいという丈の長さはありません。なぜなら参加するお祭りによってハッピの丈の長さが異なるからです。お尻を包み隠すぐらい丈の長いハッピを着るお祭りもありますし、お尻が見えるぐらい丈が短いハッピを着るお祭りもあります。一般的に木遣りの人ですとかおみこしを担ぐお祭りでも役員さんなんかは丈の長いハッピを着ていることが多いです。また山車や屋台の上に乗って激しく動き回るお祭りや町内中を一日中走り回るお祭りに参加する人はお尻の周りにハッピの生地があると邪魔なので短い丈のハッピを着る人が多いです。ハッピの丈の正しいサイズ感については参加されるお祭りの主催者や役員さんに確認するようにしてください。それでは続きまして、ハッピの正しいサイズの選び方について解説してみたいと思います。
町会やみこし会などの団体にもよるんですけれども、ハッピのサイズ展開がほとんどない場合が多いです。そもそもハッピのサイズが1つしかない場合もあります。その場合はサイズの選択肢がありませんので、そのサイズを選ぶようにしてください。サイズが何種類かあったとしても2つか3つぐらいのサイズがない場合がほとんどです。ハッピの身丈の長さが 2,3 サイズある場合や、ハッピの身幅が女性用と男性用の2つに分かれている場合が多いです。一般的な基準としては、成人女性は身幅が60センチ前後のサイズを選ぶようにしてください。そして成人男性は身幅が65センチ前後のサイズを選ぶようにしてください。身丈の長さは参加するお祭りによってサイズが異なりますので、どのサイズを選べばいいかについては参加するお祭りの役員さんに確認するようにしてください。ちなみに町会やみこし会などのハッピは、一緒に参加するお友達ですとか知り合いの人がすでに持っていることが多いです。なのでハッピを購入する前に一度試着させてもらうことをお勧めします。最後にハッピのサイズ選びに迷ったらどうすればいいのかについて解説してみたいと思います。ハッピなんですけれども、サイズ展開があまりないので、自分の体型に合ったちょうどいいサイズがない場合があります。そんな時は大きめのサイズのハッピを買った方がいいのか、小さめのサイズを買った方がいいのか悩んでしまう人も多いと思います。ハッピのサイズ選びに困った時は、迷わず大きめのサイズを選ぶようにしてください。ハッピは綿の生地でできていますので、選択すると結構縮むんですよね。例えば身丈が90センチのハッピを選択すると、身丈が85センチから87センチぐらいになってしまいます。またハッピは購入後にサイズのお直しをすることができます。大きいサイズのハッピを小さくすることは簡単にできるんですけれども、小さいサイズのハッピを大きくすることには限度があるんですよね。なのでハッピのサイズ選びに迷ったら、大きめのサイズを購入することをお勧めします。はい、いかがでしたでしょうか。ハッピを購入する時のサイズ選びの参考になりましたでしょうか。結局ね、ハッピってサイズの種類があまりないので、大体の大まかなサイズを選んでいただければ大丈夫です。あまり神経質にならずに、大体の大きさでハッピを選んでいただければと思います。ハッピのサイズが合わなかったとしても、いつでもサイズのお直しが可能ですのでご安心ください。ちなみにハッピのサイズのお直しは、祭り用品専門店祭りすみて屋のお店、そしてネットショップで依頼することができます。祭りすみて屋のお店は静岡県の浜松市にあります。静岡県にお越しの際は、ぜひ祭りすみて屋に遊びに来てください。おしんちゃんが待ってます。そして祭りすみて屋のネットショップの URL は下の概要欄に記載してあります。ネット通販でハッピのお直しの依頼をしたいよって方は、ぜひ祭りすみて屋のネットショップをご利用ください。祭りすみて屋チャンネルでは、ハッピのサイズの選び方の他にも、お祭り用品の選び方やお祭り衣装の着方など、お祭りに関するノウハウ動画を定期的に配信しています。初めてお祭りに参加するから不安だなっていう方や、お祭り大好きわっしょいわっしょいっていう方は、ぜひ祭りすみて屋チャンネル登録をよろしくお願いします。というわけで、動画を見ていただいてありがとうございました。この動画が面白い、役に立ったと思ったら、ぜひ高評価ボタンもよろしくお願いします。動画を見ていただいてありがとうございました。